いぶき。いぶき、ごさと、ゴサット,ト、グリーンハウスガススアブザービングサタリットは、環境省、国立環境研究所、宇宙航空研究開発機構が共同で開発した、温室効果ガス観測技術衛星。地球温暖化の原因とされている二酸化炭素や、メタンガスなどの温室効果ガスの濃度分布を、宇宙から観測する。2008年10月15日。 愛称が一般公募によっていぶきに決定された。2009年1月23日、種ヶ島宇宙センターから h e r ロケット15号機にて打ち上げられた。同年2月より観測データの取得を開始し、5月には未構成値ながら地球規模での解析結果も発表されている。2号機の5サットマイナスには2018年度に 打ち上げが予定されており、三菱電機が2014年4月に開発着手した。5サットマイナスには、初号機よりも観測精度を向上させるほか、雲、エアロソルセンサーへの観測波長域を追加することにより、ブラックカーボンや PM2.5 等の微小粒子状物質の監視も可能となる。2号機は2018年10月29日に無事に打ち上げられた。は、 京都議定書の第一約束期間2008年から2012年における地球上の温室効果ガス濃度分布の測定と長期的な気候変動予測に必要なデータの取得のために開発された。1997年、京都で第三回気候変動枠組み条約定約国会議が開催され、京都議定書が採択された。それを受けて第一約束期間に 日本が行うべき温室効果ガス観測ミッションとして以下の目標が定められた。また、1992年からは世界気象機関と国連環境計画により提案された計画である全球気候観測システムがスタートしている。気候関連問題への対処に必要な情報の取得と必要とするすべての利用者に得られた情報を確実に 提供することを目標としているが、測定ポイントは約三百十九箇所、二千六年五月時点と限られている日理的にも偏りがあり、それぞれ異なる期間によって観測されていたため、空間的分解能やデータの連続性に欠けていた。息吹により、測定ポイントは地球表面を約百八十キロメートルのメッシュで区切った約五万六千箇所へと飛躍的に向上する。 また、同一のセンサによる地球全体の観測が可能なため、全地点を同じ尺度で継続的に観測を行うことができる。こうして得られた衛星からのデータと地上での観測データを組み合わせ、シミュレーションモデルにかけることによって、温室効果ガスの濃度分布を高い精度、目標1%で推計することができる。これにより、 京都議定書で定められた期間での二酸化炭素、排出量削減量の監視や、温室効果ガスの長期的な変動データを取得して、気候変動予測に役立てることができる。炭素解 TS、炭素、サーマルアンドニアインフロレド、センサー4カーボンオブザーベーション、FTS、フーリエ変換分光器、フーリエトランスフォームスペクトロメータは、二酸化炭素、および、 メタンガスを測定する、息吹の主旋車、地表面により反射された、太陽光、近赤外線と、地球大気や地表面から放射される光、遠赤外線のスペクトルを、風冷分光し観測する。大気中に存在する二酸化炭素とメタンは、特定の波長の光を吸収する性質があるので、大気中を透過してきた光の吸収の度合いにより、 光の通り道に存在した二酸化炭素とメタンの量を出せることができる。1.6マイクロメートル付近や2.0マイクロメートル付近の二酸化炭素の吸収体は地表面付近の情報を多く含む波長体として重要である。一方、14マイクロメートル付近の吸収体は主に2トルより高い高度の情報を得るために利用される。 短波長チョウ赤外バンド1から3により二酸化炭素の気中赤酸量を測定し、熱赤外バンド4により二酸化炭素の延直濃度分布を測定する。雲やエアロゾル等の誤差要因のない条件において、測定誤差1%以内を目標にしている。炭素海は、炭素海 TS にて二酸化炭素を測定する際に、誤差要因となる雲の有無の判定やエアロゾル、 大気粒子状物質の測定に用いる画像センサ。息吹の副センサである。炭素解 TS で得られた測定データの補正のために用いられる。回は大気と地表面の状態を昼間に画像として観測する。観測データから FTS の視野を含む広い範囲での雲の有無を判定し、エアロゾルや薄い雲がある場合はその雲の特性やエアロゾルの量名を算出する。 これらの情報は FTS から得られるスペクトルに含まれる雲とエアロゾルの影響を補正することに利用される。イブキは以下の3機関による分担・連携体制で開発されている。本衛星は地球観測衛星緑の後継機である地球環境変動観測ミッションの衛星グコム A1 として2000年1月に計画が提案された。 クポム A1 においては、大気科学全般への貢献を目的として、以下の観測機器が搭載される予定であった。しかし、2002年8月に、文部科学省宇宙開発委員会の提言や、予算上の強い制約により計画の見直しが行われ、ミッションの目的は、温室効果ガス観測に絞られた。同年10月、研究開発段階への移行は妥当と判断され、衛生名は、 ごさっととなった。2003年9月、ソフィスセンサでは、京都議定書で求められている観測内容には十分でないとされ、代わって炭素回 t s センサが開発されることになった。ソフィスセンサは、緑や緑 E に搭載された E ラズ、E ラズ、E センサの後継機で、太陽光を地球大気で透かして観測するという、実績のある観測方式。 遠平観測の採用を予定していた。この観測方式は3ヶ月間平均の上層大気の二酸化炭素濃度を非常に高精度に求められるという利点はあるものの、高度 5km 以下の下層大気の観測や短期間の変動の観測には不向きだった。上層大気中の二酸化炭素濃度を測定しても、それは長期間拡反された後の値であるため、地上での排出、 吸収量の推定は困難であり、京都議定書への効果的な寄与はできないと判断された。対して、炭素回転 ES センサは、太陽光が地球表面や大気に当たって跳ね返ってきた散乱光を観測する方式となっている。新規開発であり、雲やエアロゾルなどで遮られて精度が低下するなどの欠点。あるが、より狭い区域の地表近くの大気の 温室効果ガス濃度を測定することができる。測定誤差や空間分解能をさらに向上させることにより、京都議定書の第二約束期間以降に求められる観測内容にいがる技術であることから、この観測方式が採用されることになった。息吹は重大な故障が発生しても、衛星の基本機能が生き残るための工夫がなされている。弱さによれば、 従来は故障が起きないようにする設計を行っていたが、いぶきでは重要部品を二重化することにより、故障する可能性は上がるが故障しても衛星バスの運用や観測が続行できる可能性がより高くなるように設計されているという。NASA は2002年からアックア衛星を使用した荒い解像度、緯度2度経度2.5度での CO2 濃度分布の測定を行っている。 また、これよりも解像度の高い観測のため、炭素観測衛星後の運用を計画していた。これは、イブキの炭素海 TS と同じ観測方式のセンサを搭載し、A トレーン、A 列車、アックアトレーンと呼ばれる NASA の他の地球観測衛星体と同一の軌道をとり、これらの衛星の測定データを総合して二酸化炭素、脳の推定精度を高める予定であった。イブキと、 同時期に打ち上げられることから、いぶきとこで観測結果を相互構成、検証することが期待されて2009年2月23日に打ち上げられたが、フェアリングの分離に失敗して、軌道投入に失敗した。その後、大替機のコマイナスには2014年7月2日に、デルタ E ロケットでの打ち上げに成功した。欧州宇宙機関は2008年3月。 環境観測衛星インビジット上のサイアマッキー装置による CO2 観測を行い、世界で初めて地域的な CO2 濃度の高まりの観測に成功している。この他に二酸化炭素観測衛星カーバサットを計画していたが、京都議定書に貢献しうる制度、空間分解能が得られないとして、計画は中断している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。